来たーフリーダムガンダム立ち絵もかっこいい、これ舞い降りる剣だ、かっこよすぎる。700範囲、体力1万9000しかねえ。対連対比29、体格20、車歩加高70、なるほど。スピード135、高速移動220、スラスピン75、旋回81、中判定、なるほど。相変わらず、うわ、来たー、かっこええ。ちなみにサイズどんな感じなんですか。ちっちゃくねゲルググよりちっちゃいで、これちっちゃくね、めちゃくちゃちっちゃい。ルプスビームライフル2800、ヒート率 85%、 なるほど。 CT3 秒だ、でも、なるほど、はい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 。ラケルタビームサーベル、かっちょえ。空中格闘に対応、 76mm 近接防御用機関砲 ×2 ピクスとかじゃないや。ラケルタビームサーベル ×2 CT2.5 秒、威力3000、クセフィアスレールガン ×2、 わあいいね。射程距離 500m もあるよこれ。弾数8だから、まあ多分2発撃つから4発って感じかなこれ。なるほど、いいねこれ。バラエーナ PB4×2、 威力2000。ああ、これあれか、照射だからいっぱい弾撃つのか。回避3、対爆1、空中格闘、空中制御プログラムレベル3、高性能バランサー、格闘連撃、高性能アンバックレベル2、マニューバーマ1、強制噴射4、フラップブースター、水力式射撃冷却装置。これ、あれじゃん。トラバーシアについてたやつやん。フェーズシフト走行、実弾属性の射撃兵装による攻撃を受けた場合、火ダメージ及び蓄積によるよろけの発生を軽減する。なるほどね。はい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 。ええやん。これ、体力によって発動しなかったりってことがないんだ、フェーズシフト。やっぱ、Nジャマーキャンセラーってすげえわ。ハイマットモード。特殊兵装を押すと、スキルが発動する。発動中は対応した兵装の性能が変化し、スキルフラップブースターの性能と機動力が強化される。さらに、スラスター消費が無効化されるが、緊急回避やタックルを行うと効果時間が減少。終了後は一部副兵装が長時間使用不能となり、スラスターがオーバーヒート状態となる。本スキルは再発動を行うことはできない。高性能カウンタープログラムレベル2、背部オプション特殊干渉剤2、シールドタックル。いいねー。チャットもなんかシードのやつ追加されたらいいですね。わあいいねー。うわー、 B ライの音マジでいいわ。17だからこれ多分蓄積 6% ですね、これ。バルカン、やっぱさすがにこれ即よろけか。移動中できないのかな、できないかこれ。あーでも貫通ですねこれ、貫通射撃。一回バラエナ見るか。あーなるほどね、そういう感じなんや。どうでしょう。まあ N 角 50% 連撃か。あーフリーダムっぽ。2683。あ、なるほど、こっちが強連撃か。なるほど、意外と進まんな。ハイマットフルマストできないのこれ。うわー来た、ハイマットモードや。めっちゃいいやんこれ。
機、マリンの下かっこが伸びないっすね。リンカー兄貴、空襲発砲だったくだ。指導の象徴兄貴、シワね、アタゴデル兄貴、うわ、特殊射撃できる。わら、ミョウガ兄貴、シワれた。ケンリン兄貴、これか。作文感激、兄貴、キラキラバシュン。うわすげえ、めちゃくちゃかっこええ。あーでも B ライの一応あれなんだ、リロー使うんだな。いやマジでいいなこれ。うわーかっけえなこれ。うわーやっぱ足癖悪いんやキラさん。やはり足癖が悪い。かっこええ。うわーこれセイバー実装してほしすぎる。これうわーこれええな、これええな。ちょセイバー実装して。うわーこれかっこよすぎる。これパイスあれにすればよかったな。うわー音がSE がこれシードになっとる。いいなぁ。羽ちょっと短いですね確かに。めっちゃいいやん。てか敵3枚しかいねえな。これ当てにくいか意外と。いや音がいいよ音が。もう天才だよこれ音。あまりにいいな。体格積んでないからな。これいいわ。いやこれさすがにいいやろ。ちょ切り替えのバグがさ、やっぱちょっとなんかバグなのか俺の設定なのか分からんけど、ちょっとそこがやりづらいんだよな。え、マジで勝手に切り替わるんですけど。なんで切り替えボタン全く押しないのに切り替わるんですけど。そこまだか。いや音がいい音が。来た。いやかっこええマジでカウンターが。バルカンの射程な短。
君兄貴、この機体とはチャートに映画見に行く幸せ者がいるらしいんですよね。ブランク17兄貴、グサ。特急137兄貴、グサ。カエデ兄貴、これ体力半分切ったくらいで使うと先の切り札になりそうで良いですね。ヨーヤン兄貴、勝手にぶっちり変わらないで。シンガー兄貴、弱いと思ったけど、普通に強いわけで。いや、かっこええしか出ない。かっこいいし、なんか動かしやすくていいね、これ。あー、やべ、ごめんなさい。アムロ隊、ごめんなさい。大丈夫だ、キラ。もう僕たちを放っておいてくれー。ちょっと切り替わり面白いくらない。まさにね兄貴、これさ、わらわらアナガーがめって言ってたやつら手のひらくるくるでしょ。アボカド兄貴、圧かき換えて。無形兄貴、切り替えたくない。切り替えないぜ。まあ、俺 D 体ですからね、 D 体。アナガー実際で宇宙世紀おじさんよりも天気さんといるなら宇宙世紀おじさんぶっかぎってプレスブランニング実行しようぜ。黒猫兄貴、もちろんは悲しみとは歌おうと思ったらタイも勝手に動いててくさ。夏のフリーダム。青トップ兄貴、打ちたくないと言いながらなんだお前は。処罰されている。ちゃんと落とし込んでると思うやつ。ルーリン兄貴、ワンパイアンダイの強さが人でならあなたは必要にならんやろ。ロボヨマスター兄貴、ラストリーチが発信するときでいの紐でぶつかる体中から集合しながら寄り手変える自信がある。アタルデイ兄貴、欲しいな。プレスで、フライフィッシュ、ムジュー兄貴、デカさんとでも打てのコード。うわー、かっけー、クシフィアスマジいいわ。ヨーヤン兄貴、アナザーがいいならガンダム X で特大でロビューさせてくれ。プリコ兄貴、プレスで出ますかね。あ、アムロ隊、後ろにもう目をつけるんだ。ちょ、勝手にレオガードに変形すること考えたけど絶対かっこいいな。犬神コロネオシライデン兄貴、かっこよすぎる。ヒロシのディスコンズ兄貴、これが程度の力。ダウエスペッシ兄貴、多分マリンの方が壊れてる。カウンダフォレーズペッシュ、ヘイ兄貴、そのガンダム戦士にフリーダムいたらおかしいけど中国からならケブまで時代飛んでた。実弾強いな、ちょっとやっぱり。ダメハムスの性能がそんな特殊じゃないですからね。ダインハグ兄貴、バルカンの音だけ変わってない。鈴谷兄貴、こういう戦い方を俳優でしたかった。松本兄貴、世界観おじさん公開してそう。楓兄貴、これマジで複合ビーズ見てー。いい感じの大仏兄貴、ちょうどいい強さだしめちゃくちゃ神だ。シミング兄貴、フリーダム、アナザーって感じしないな。キュウリン兄貴、レールガン X すぎる。シングル兄貴、実弾強い。ヘッディ兄貴、壊れてないのに。バラエナめっちゃガリク出る。ちょ、切り替えがな、マジでどうにかしてくれんかな。アバドン兄貴、グサ。絶命師兄貴、グサ。カエデ兄貴、グサ。ノリオッテン兄貴、フリーダムで宇宙で一体ごこつのどうなんと思ったけど、七百自体化けの飛行弾からあんま気にならないっすね。リク兄貴、大丈夫だヒラ。サンセンジ兄貴、グサ。サンタッチ兄貴、後ろから撃ってるのにグサ。ノックマック兄貴、アムロにさっきから恨みあるかもです。エンカリッツ兄貴、すごい楽しそう。キュウリン兄貴、これ正直マリンの方が絶対強いの笑い。アボカド兄貴、アムロかわいそうです。ただの人兄貴、開幕と頼みます。イトノイタピア兄貴、断トツ早いのもいいですね。犬のイタ兄貴、すごい断トツない。アトロ兄貴、大きく割れたいです。これええなぁ。いや、この音がいいわ、マジで。減りすぎ、普通に。いや、かっこええ。とんでもねえよ。あ、浮いてるんや、これちょっと。めちゃくちゃやな、これマジで。この機体青トップ兄貴、小倉さんオスちゃんと書き換えてますか。アチョウ兄貴、オスガンダム並みだね。アミ兄貴。